久保建英がスペインリーグで。日本人の鬼門理由に持論。サッカー日本代表のミッドフィルダー久保建英 23アールソシエダードが、23日放送のフジテレビスポルトに VTR 出演。久保へのインタビューでは、番組 MC のお笑い芸人千鳥のノブが、どうも久保選手。千鳥のノブです。お正月はアールソシエダの試合を現地まで見に行かせていただきまして本当にありがとうございます。まず一つ目は、スペインで日本人プレイヤーが長くプレイするために大事なことは何ですか？と質問。これに久保は日本人は足元の技術に長けている選手はたくさんいると思うんですけど、スペインリーグはそれの最高峰だと思うので、ストロングポイントが似ている分、ただ上手いだけだと通用しづらい。それがこれまで日本人にスペインリーグは鬼門と言われていた要因の一つだと思うとコメント。続けてもう一つ大事なのは言語の面。スペイン人ってあんまり英語を喋れる人が少ないので、英語が喋れるだけじゃあまりコミュニケーションが取れずに、戦術の大事なこともわからずにプレイ以外の面で、損をしてしまうことがあるので、まずはスペイン語をできるだけ早く習得するのが一つですねと説明。さらにあとは上手いだけじゃないチームを勝たせる武器を持つのが必要。戦術以外の個人で打開できる能力がスペインリーグで、活躍するには必要だと実際にやってみて感じています。と話した。ストロングポイントが似ている話、これ昔内田も同じこと言ってたな。スペインは同タイプの上位互換がゴロゴロいるから、日本人にとってはもしかしたら、プレミアリーグよりも難しいかもしれないと。スペイン語は英語とかなり違いますからね、フランス語の方が近いと聞いたことがあります。乾も上手いだけじゃ全然ダメで、メンディリバルの元で守備一生懸命勉強して、スペインで主力にまでなった。スペインリーグで成功したと言えるのは、乾と久保くらいじゃないのかな。城、西澤、中村俊輔、大久保、清武、岡崎、柴崎あたりは、成功したとは言い難い。ドイツと比べるとかなり少ないよね。あの中村俊輔が通用しないのかと絶望したもんな。久保選手が特殊で異次元なだけで、この先も難しいリーグのままであるのは変わらないだろうな。あの俊輔が、全く名前も知らない選手がクソうまい。って言ってたリーグだもんな。うまいだけじゃダメなのも納得。それでなおかつ、EU 圏外枠があるから、なおさら鬼門になってしまう。Thank you.